はい、おはようございます、今日寒いですね。今日は12度ですか。はい、よいしょ。 ETC カードが挿入されています。10時ので、まあ、その住宅地ではありますんでね、あんまり長い時間暖気ができません。ちょっと排気音もね多少大きいのでちょっと遠慮気味に暖気をしますけども、どれくらい出れるかな、まあ、水温計が動くのはちょっと無理だと思います。なのでエンジンかかって今、まあ、とりあえず全身に、オイルが行き渡るかどうかですけども、この時のオイルの硬さは重要だと思います。この時やっぱり、15W50 とか 20W60 とかね、まあ、超硬いオイルだと、今この状態で12度だと、全身にこう行き渡るまでにもまだドロドロした状態で動かないですけども、今 5W40 入ってます。かなり流動性のいいオイルなので、この温度でも、昨日の夜帰ってきてるからね、まあ全身に行き渡ってるんじゃないかなと思われます。ちょろちょろっとしょろしょろっと走っていきます。走りながら暖気をします。まあ、もちろんオートマの場合だとしばらくかかってないと、コンバートに組み上げるまで時間かかりますから、ここは早く走れないですけども、まあ、マニュアル車の場合にはそういったものはないので、ゆっくり走り出して暖気をしようかなと思います。まあ、こんな感じで走り出せるのもこの状態でやっぱり硬いオイルか柔らかいオイルか、まあ、選択する基準になると思いますけども、きちっと、まあ、暖気できればいいですけども、こんな感じで、広い道に出てから皆さん暖気してらっしゃる方多いんじゃないかなと思います。この中、この信号のない道をゆっくり走りながら、エンジン温めながら会社に向かいます。はい、以上です。